こんにちは、宮田裕二です。いよいよ12月になりまして、12月もね、もうどんどん寒くなってきて、季節が変わっていくのが早いなと言いますか、ついこの間、正月だったのになんていうですね、まあ、お決まりだと言いますか、まあ、1年が経つの早いななんてことを思い出しています。8月に君はピカソを撮って、で、その後今編集をしながら、今度の9月にね、来年の9月に向けて準備をしているところなんですが、まあ、その前にね、3月末で、募集を締め切りがあるというところで、ちょっと今日はね、シナリオを、いろいろ考えたんですけど、映画をもちろん撮ってもらって、応募してもらうっていうことが一番ありがたい。一番ありがたいっていうちょっと語弊があるかな。それもとてもありがたいんですけれど、なかなか映画を作ろうと思うとね、労力も人も、いろんなものが必要になって、自分一人で興味を持ってもらったとしても難しいよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、ただシナリオであればね、一人でも、書くことができるというふうに僕は思いますので、そのシナリオのね、部分について、今日はちょっとお話できたらなと。つまり、どんなふうなことを考えて僕がシナリオを書いてるとか、言ったらシナリオの審査みたいなことにも、つながるものかなというふうに思いますので、こういうふうなことを意識して書いてもらうと、いいんじゃないかななんていうことをですね、今日のところで、少しお話しできたらというふうに思います。早速ですけどね、このシナリオって何かっていうとね、よく言われるのが映像作品の設計図だって言われます。映像の設計図、大事なのは映像と設計図ってところですね。で、小説とかとは違って、この紙と文字が、完成形ではなくて、あくまで映像になるっていうことが前提のものになると。ですので、映像で何かを表現するとか、っていうことが視点に必要なんですね。例えば小説であれば、いつものように機嫌の悪い母の声がしたみたいなね。書き方ができますが、映像でね、今言ったいつものように機嫌が悪い母の声っていうのをね、表現しようと思うと、何回もその機嫌の悪い母の声をね、いろんな日のそういうシーンがあった上で、その機嫌の悪い母の声が出てくるシーンがあれば、その機嫌の悪い母の声を僕らはいつものように機嫌の悪い母の声というふうに認識することができるんだけど、ただ単純に機嫌の悪い声の母の声が、機嫌の悪い母の声が聞こえてもね、これがいつもの通りなのかどうなのかっていうのはなかなか、共通認識としてそれを表現できるわけではないんですよね。なので、映像で表現するっていうこと、そして映像化するっていうことが前提であるっていうこと。で、またそれが、実現可能性がどの程度あるか。今の多分映像なんです。今の、機嫌の悪い母の話はね、これは実現するのが難しいと思うし、だけど、普通にね、機嫌の悪い母、声の母って書けばね、それはできると思うんですよね。だから、じゃあ、その実際にいつものようにを、表現したかったとすれば、そのシーンを重ねるとか、そういう必要がある。だからそれがちゃんと映像化するっていうところが、考えられているのかなっていうようなところは大事なポイントなんじゃないかなというふうに思います。で、その上でやっぱりこう、劇映画、ドラマ性みたいなね、ストーリー性を大事にっていうふうに我々映画祭言ってますから、映像を見て、ああ、いいなって思ってもらえるような、ものを書いてもらいたいってことですね。で、このドラマチック、共感、感動というふうに、今、雑に書いてますけど、ドラマチックってどういうことかっていう、すごく難しいんですよね。難しい。この10分番組で僕が、ペラペラ喋って、簡単に片付くっていうんじゃないんだけれど、
少なくともね、主人公が一つの映像作品の中で何らかの変化が生じるんですよね。それが、そこに、まあ、状況なのか、心情なのか、まあ、それはいろいろあり得るんだけれど、何らかの変化があるんですね。その変化に対してね、ああ、いいなとかって思うと、そこには感動が生まれていく。だからまあ、その、ドラマチックであるってことはイコール変化だっていうのは、ちょっと非常に乱暴な言い方なんだけれど、まあ、乱暴な面があるんだけれど、やっぱりその、じゃその変化する人間がこの変化するにあたっての心情の動きみたいなものをどのように映像で表現するか、どういうふうにそれを設計するかっていうのが、まあ、シナリオの醍醐味といいますか、まあ、シナリオそのものになるわけですね。で、シナリオってのはじゃあ何かすごく複雑な何か感とかっていうと、この3つ、柱、ト書き、セリフという3つしか、構成するものはありません。で、これがですね、柱ってのはその時の時間とか、場所ですよね。で、ト書きってのは行動や表情とかですね、その時に様子。で、セリフは、登場人物たちが、実際に話す言葉ですよね。で、これらをこう組み合わせて、このドラマチックな、映像表現を、作ろうじゃないかというのがシナリオを書くという作業なんだと思います。なのでね、言うは易し、実際にやるはなかなかそんな簡単な話ではもちろんないんですけれど、まあそういうような視点で、シナリオ制作に取り組んでもらえるといいのかなというふうに思いました。で、非常にですね、ここから先はもうめちゃくちゃ、まあ本当にやりたくないと言いますか、恥ずかしくて喋りたくないんですけれど、第1回泣き映画祭で、記念作品としてね、走れというのを撮りました。それは私が脚本を書いて監督をしました。まさかね、人の書いた脚本で、これはこういうことを考えててっていうのはちょっと卑怯ですので、まあ、自分でね、書いた責、まあ、なんていう責任を取ってじゃないですけど、まあ、責任としてですね、自分の書いたシナリオを、そして、撮った映像を例としながら、皆さんに、まあ、こういうことを僕は考えてるんだというようなことをね、お話しして、それが少しでも皆さんが作られる上で、参考にしていただければありがたいなというふうに思います。それじゃね、走れの、冒頭場面、少しご覧ください。どうぞ。とにかくさ、新しいことしていこうよ。新しいこと？どんなことですか？これ、まずはこのチラシからでしょ。おお、かわいい。やりすぎじゃないですか。なんてこの野これは郎。だいぶ攻めてると思うけど、それは知らないけど、だけどね、これやるためにはまず部長説得させんと。小木曽さん？大丈夫、大丈夫。なんとかなるって。おお、心強いね。乾杯！すぐ行く。はい、それではね、今見ていただいた通り、あれがまあシーン1、2、3というふうにシナリオではまあこのように書かれているわけです。シーン1が恵那峡旅館の屋上で、主人公水野直人が恵那峡を眺めてタバコを吸っていると。で、そこで、昨日の夜の居酒屋のことを思い出して、まあ、考えてる、物思いにふけてるわけですね。そこに、まあ、小木曽さんいらしてますよと。まあ、この後、まあ、前編ね、ご覧になった方であればわかると思うんですが、まあ、怖い上司みたいな人ですよね。その人が来て、まあ、覚悟を持ってですね、この後、自分のやりたい新しいことみたいなこともですね、説明をしなきゃいけないなということで、まあ、最高か、どうこう、
仮に会いに行くと。まあ言葉で言えばこれだけのことです。で、シナリオに書いてあるのはこの先ほど言った柱が3つと、とかきっとセリフで、こういうふうに書かれているわけですね。で、まあなんで、まあここのポイントというかですね、なんでここをこういうふうに見せてもらったかっていうと、まあ僕がね、このシナリオを着想するにあたって、まあこれ書きたいなと思ってるのがやっぱりエナキョグランドホテルさんがロケ地なんですけど、そこから見る、景色ですよね。めちゃくちゃ綺麗で、いいな、これはなんか映像にしたいなって思ったっていうところがポイントです。で、その綺麗なポイントで、悩ましい彼の、表情とかね、行動動き。で、一辺が、こう、綺麗な景色であると同時に、もうその反対側はね、現実の建物が、まあ、なんでしょうね。建物なわけですね。人工構造物なわけです。で、まあ、もちろんダムもそうじゃないかって、まあ、それはそうなんですけど、まあ、ダムが作り出した、まあ、自然の美しさみたいなところでですね、エナキョの魅力がありますので、そのエナキョの魅力とですね、彼の、こう、悩ましい思いみたいなものを対比させるっていうところに、映像的な美しさみたいなものがあるんじゃないか、面白さみたいなのがあるんじゃないかと思って、このシーンから始めてます。で、このシーンはですね、最後クライマックスがですね、このシーン15になるわけですけど、まあその15に行き着くまでのところでも使われています。まあ15自体もね、屋上です。まあ、うまくいかなかった。まあ諦めた彼が、またシーン1と同じ場面に戻るんですね。で、同じ場面に戻って、また同じようにこう、憂いを浮かべてね、エナキョを見ているわけです。で、そこで思い出すのは、まあ、自分のね、アイデアをね、まあ、頑張れよと言ってくれた人たちとかね、あとは自分自身のなんか、純粋な考えとか、まあ、思い、気持ち、まあ、そういったものがね、やっぱり自分自身にこう、突きつける、向かうわけですね。で、それを、シーン3のね、小木曽さん、怖い上司に、会いに行くときには、歩いて向かうんだけれど、シーン15ではね、ドアに向けて走り出すっていうことなんですね。まあ、やっぱダメだってセリフの後にね。まあ、この、まあ、当初からの、当初の動きとね、一番最初の動きと最後の動きの違いによって、彼自身の、熱量の変化みたいなものを、こう、彼の行動、実際に走るから、ごめんなさい、歩くから走るに変わるという行動を通して、その変化を描くっていうところ、ことを狙ったシナリオです。で、なので、まあ、この後、彼は走り出して、また友達に会って、そして、会長の家に向かってさらに走るんだけれど、そこで、こう、やっぱダメだと、自分で切り替えて、やっぱもう一回、このエネルギーで行くんだって、そういうね、気持ちを前面に出していくっていう、その、彼の姿にね、ああ、いいなって思ってもらえれば、こう、思ってもらえた人には、まあいいな、いい話だなと思ってもらえるだろうし、まあそこでピンとね、これは、まあ、そんな甘いもんじゃないぞとかね、まあそういうふうに感じたら、まあそういうふうに思ってもらえないわけで、それは僕の力不足ってことですよね。で、だからその、まあそんなようなですね、狙いとか考えを持って、書くわけです。で、それが、まあ冒頭に言ったように、映画の特性としてね、映像表現、なんですね。で、これ、ラジオで映像がなければ、この、やっぱりダメだの、やっぱダメだの後にね、セリフがないと何がダメなのかとかね、その後どうしたのかとかね、わかんないんですよね。だけど、だからといってね、そこを映像で があって、その彼の表情とか、まあ、彼人物一人を追うっていうだけじゃなくて、他にもいろんな表現の方法があると思うんだけれど、そこで、映像によってこの人間の感情の動きとか、変化を表現
するのが映画っていうものの、面白さだと私は思います。そこでやっぱりこう、やっぱダメだ、これから会長に会いに行ってこれを説得して、俺はもっと頑張って新しいことをやっていくんだみたいなセリフでね、言わせちゃうことはまあできなくはないし、なんかちょっと心配の時にそういうのをやりがちなんだけれど、そうじゃなくてやっぱり映像にこだわってね、そこでこの映像によって何を表現するのかってことを突き詰めて、書かれたシナリオっていうのはね、やっぱりすごいなと思いますね。まあ、非常にこう、まあ、死ぬほど恥ずかしいというとちょっとオーバーかもしれませんが、なんかこう自分が考えたことをね、偉そうにこう、語って、恥ずかしいんですけれど、まあ最後ね、まあ僕がどういうふうな考えで、どういうふうに、映像を設計したのかというようなことを今までお話ししましたので、まあそれがね、どういうふうな映像になっているのかという、まあ結果をね、ご覧いただいて、ああ、なるほど。まあそこで、ああ、こういうことを考えて、ああ、それはそういうふうに確かに見えなくはないなと思ってもらえるのか、いや、ちょっとまだ、これじゃあ、あれだな、あんまりピンとこないなって、ああ、そういうことなのね、説明されないとわかんないねって、こう思われてしまうのかっていうのは、まあ、あれですけれど、まあ、これからね、シナリオを書いてもらう上で、脚本を書いてもらう上で、何らかの参考にしていただければ、ありがたいなと思って話しました。それではね、長くなってしまいましたが、走れのね、最後の、このシーン11以降ですね、ご覧ください。どうぞ。悪い。さっきのダメになっちゃって。じゃあ今まで通り？まあ仕方ないか。モデルやるつもりだったんだけどな。でも今年も同じか。また次だ。次次。そうだね。とにかくさ、新しいことしてこよう。じゃあ、今年も同じか。安藤。